さあ始まりました。本日も XRB リップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども8月14日午前7時55分 YouTube 録画しております。今日まずアメリカ市場ですね、ちょっと振り返ってから、それからですね、重要な指標オイル、それからビッグ指数などを見て、ビットコイン、イーサリウム、この辺の動向もちょっとしっかりチェックした後ですね、 XRP のチャート分析しっかりしていきますので、最後までご覧になっていただければと思っております。こちらのチャンネルではですね、負けない投資というのをコンセプトに置きまして、皆様が負けないようにですね、チャート分析しっかり発信させていただきますので、よかったらチャンネル登録、まだね、負けない投資してみたいなという方とか、負けたくないなという方、投資で最近調子があまり良くないなという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではニューヨークダウなんですけども、大幅高ですね、424ドル高ということで、CPI のね、指数を交換してこのような状況になってきてるわけなんですけども、ちょっとこの動向ですね、まあ、今週からのまた1週間続くわけですけども、ちょっと続くんじゃないかなと、今週いい相場になるんじゃないかなと思わせるようないい数字でしたね。ナスダックの方も 2.09% 上昇して267ポイント高です。それから S&P の方も 1.73% 上昇ということですね。ダウ先物がマイナス43ということで小動きです。それから日経先物はこの大幅な上昇を受けまして、プラス213ということで交換しているような感じですね。それからオイルなんですけども、オイルが高止まりなんですね。これはちょっとあんまり油断しない方がいいかなと思ってますけども、2.6% 下落の 91.88。金先物はこじっかりですね。それからビッグ指数20割り込みました。19.53 まで落ち込んできましたので、この辺が、ビッグ指数の下落のゆえにですね、仮想通貨株式に対して安心感が広がって、今買い物が順調に戻ってきてるんじゃないかなということです。こちらが 3.32% 下落になりました。20割り込むの久しぶりですよね。いい感じだと思います。それでは仮想通貨ですね、見ていきたいと思うんですけども、ビットコインが325万9000円まで戻してきてまして、こちらもいい感じで戻ってきております。イーサリアム26万円突破ということで、こちらもいい感じですね。27万円の方に向かってきてるような感じがいたします。これチャートなんですけども、このような形でね、安定した動きが続いておりまして、27万円の方に向かってきてるんではないかなという思わせるようなチャートです。非常にいいと思います。はい、それでは仮想通貨で全体的に今日も買われているんですけども、XRB はどんな感じで今日は動いているんだろうということで、皆様と一緒に見ていきたいと思います。お待たせしました。今日のリップルなんですけども、50.508 というところまで動いておりますね。昨日とあまり変わらないのかなという感じもあるんですけども、まあ、しっかり、高値で買われているのかなという感じで、印象はかなりいいと思います。RSI、MACD でもちょっと確認していきたいと思うんですけども、MACD、RSI がちょっと微妙な感じで、RSI はだいぶ下降して40の方に近づいてきているなという感じで、MACD はちょっと若干下向きになって、下向き、抜けてしまっているような感じなんで、まあ、これだけ見るとね、48.7 ぐらいとかに戻りそうな感じに見えるんですけども、まあ、全体的に今日もね、買われていくんじゃないかなと思ってるんですね。株式がまあ強かったということがあるので、まあ、午前はちょっと安くてですね、まあ、夜にかけてまたちょっと一段高あるんじゃないかなと思っておりますので、ちょっと暖かくリプルを見守っていければなと思ってます。チャートはちょっと下向きに弱くなっているように見えるんですけども、それを覆すような買いが入ってくるんじゃないかなとちょっと思っているので、今後のリプルに期待かなというところです。最後に値段の戦略構築をして終わりたいと思うんですけども、今ですね、昨日同様の動きで推測しております。48.7 がサポートとして動いておりまして、上は 51.7 ぐらいですかね。この辺がまあサポートライン、それからレジスタンスラインが 51.7 ということで動いているんじゃないかなと思うので、まあ大体3円幅ぐらいでね、今上下してるんじゃないかなと思っております。短いレンジでね、動いておりますので、いずれかはどちらかの方向に大きく跳ね上がる、跳ね下がるということになって、跳ね下がるというのはちょっと変ですけども、大幅に下がってしまうという形になるんじゃないかなと思っております。節目のね、ポイント 48.7、51.7、ちょっとこの辺数字を覚えておくようにしてみてください。今日のところはひとまず上の方に行くんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回もリップルのチャート分析させていただいてみたんですけども、いかがだったでしょうか。それぞれご意見あると思いますので、コメント欄ご自由に使って構いませんので、よかったら書いてみてください。それからですね、なんかチャート分析してほしいなというものが何かあれば、そちらの方も
チャート分析、これちょっとしてもらいたいとか、ちょっと理由を書いていただけると非常にありがたいんですけども、よかったらご記入の方をお願いいたします。それからチャンネル登録まだの方、ぜひね、これからも負けない投資一緒に頑張ってやっていって、これからもね、仮想通貨楽しみながら負けないように頑張っていきましょう。ということで、今回は仮想通貨リップルチャート分析、最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。